さあさあ略と考える力がつく江戸時代の紙工作組上げへ。こんにちは、わしは紙仙人じゃ。おうちで一緒に楽しい紙工作やってみやーざ。今日は幸福を呼び込む縁起の良い鳥フクロウじゃよ。パタパタパタ。まずはじめに工作するのにみんなが用意するものじゃ。白い紙、大きさははがきサイズのもの2枚、あとはハサミ、のり、色鉛筆じゃ。紙は塗り絵ができれば何でも良いので、お家にあるものを用意するのじゃ。みんな自由に作ってみるのじゃよ。第5回フクロウ。最初に体の毛のパーツを作るぞ。みんなが用意した紙に塗り絵をして、いろんな色の場所を作るのじゃ。ピンク色、黄色、さあじゃあ水色。今回のポイントは薄い色を塗ってから濃い茶色を強めに重ねるぞ。フクロウの毛をイメージして濃い茶色を重ねるぞ。こんな感じ。これを繰り返すとこんな感じじゃ。これができたら半分に折って、半分に折って、またまた半分に折って、小さい長方形を作るぞ。そして広げて、ハサミを使って、毛のような形をイメージして、切っていくぞ。長方形の1枚を切り出してハサミで切っていくぞ。少し形が変になっても気にしないで切るのじゃよ。15枚くらいあれば何枚でもよいぞ。次にはがきサイズの台紙を用意したら、上の方にひょうたんみたいな形を描いて、まん丸の目玉を2つ描くぞ。くちばしを描いたら、顔の輪郭を描いていくぞ。ちょっと寝癖みたいに跳ねた髪の毛をつけて、顔を描いたら足を2本描くぞ。木の枝に止まっているので木の枝を1本描くぞ。下絵はこんな感じじゃ。あとは好きな色で塗るとこんな感じじゃ。最後に胸とお腹のあたりにのりをつけて、毛のパーツを下の方から貼っていくぞ。ペタペタ、好きな色で好きな順番で貼っていくぞ。2段でも3段でも良いので、ふさふさの毛を表現してみるぞ。さあじゃあ かわいいな。じゃ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 ーん、これで完成じゃ。フクロウは木の枝で待ち伏せて、音もなく飛び、獲物に飛びかかることから森の忍者
森の賢者とも言われるそうじゃよ。みんな、作ってみた感想や、これから作ってみたいもの、作品の写真などを添えて、ぜひこちらまで送ってくれるとありがたいのじゃ。ではまた次回動画まで。バイバイなのじゃ。